こんにちは。食用アマガエルの心の声です。ゴールデンウィークもしっかり自粛しておりましたよ。そろそろ活動を再開していきたいと考えております。よろしくお願いいたします。今日は東京杉並区にある繁盛店永福町大正軒さんからお土産ラーメンを購入しましたので、そちらをご紹介します。実はここのウェブショップで購入することができたのですが、このお土産ラーメン11時販売開始、売り切れが11時5分という超即売品なんです。今回なんとか購入できたので動画を撮りました。作り方から実食までしっかりと撮影しましたので、ごゆっくりとお楽しみください。まずは大きめの鍋を用意して、スープ容器を冷凍のまま鍋の中央に置きます。容器の8分目まで浸るくらいの水を張って火にかけます。ここでのポイントは水から容器を入れることです。続いてスープが十分に温まったら、鍋に麺を冷凍のまま入れ、箸でかき混ぜてほぐしていきます。麺の茹で時間は4分から5分です。ここでのポイントは、スープが完全に温まるのは冷凍のままからだと40分くらいかかります。あらかじめ自然解凍しておくと少ない時間で温まります。麺の茹で時間ですが、私は少し固めが好みなので2分半にしています。お好みでどうぞ。麺が茹で上がる寸前に温まった容器を引き上げ、スープを2つの器に注ぎ入れます。ここでのポイントは、スープの味を均等にするため一度に器に入れず、少しずつ何回かに分けて注ぎ入れることです。麺が茹で上がりました。アマガエル家の住人は4分も茹でたら柔らかすぎて好みじゃなくなるので、毎回2分半で揚げちゃいます。実際永福町にあるお店も柔らかめなんで、この茹で時間設定なんだと思います。2分半がおすすめです。仕上げに別容器に入っている具をきれいに並べて、熱いうちにお召し上がりください。ここでのポイントは、別容器のトッピングはあらかじめ解凍しておいてください。今日は手作りチャーシューを準備しておきましたので、チャーシュー麺にしようと思います。皆さんもお好みの具をトッピングして熱いうちにお召し上がりください。いただきます。さあ食べていきますよ。久しぶりに食べるのでワクワクしています。本当は永福町のお店で食べたいけど、なかなかそれも叶いませんので、5分で完売しちゃうお土産ラーメンを存分に楽しみたいと思います。ここ永福町大正軒のラーメンは中華麺一筋60年という歴史があります。麺の量が2人前以上あることで有名で、とにかくボリュームが半端ないんです。私はいつも中華麺生卵付きを注文します。この生卵を麺に絡めて食べるスタイルが大正軒流で、これがまたうまいんです。もちろんお土産ラーメンでもやりますよ。手作りチャーシューを食べます。うちのは本当にうまいんです。醤油の味がしっかりついていて、ロースなんで脂身は少ないですが、そこがこの大正軒のラーメンにベストマッチするんです。ここのメンマは単品でメニューにあるくらいなんで、もちろん自家製です。こだわりの味付けがたまらなく美味しいです。こちらもお土産ラーメンのウェブショップで買うことができます。お酒のおつまみにも最適なんで、私もよく買いますよ。ここのお店のすごいところは、美味しさだけではなく、日々行列の絶えることのない繁盛店というところです。お昼ともなればお店の脇に長蛇の列ができます。
1時間待ちなんていうのはザラにあります。驚くべきはお土産ラーメンと店舗で日に800食ものラーメンを売るというところです。これが何十年も続いているなんて本当にすごいことだと思います。永福町のお店にも常設してあるホワイトペッパーをかけます。これが最高に合うんですよね。もうこれしか合わないってくらいです。ホワイトペッパー、これじゃなきゃ食べられません。永福町大正軒の創業者である草村さんはとてもこだわりのある方で、お水一杯にもそのこだわりがあります。このお店のラーメンは大盛りの上、最後の一すすりまで熱々だから冷たい水が欠かせない。大ぶりのグラスに氷たっぷり入った水が提供されるという、まことに細やかでさりげないサービスが味わえます。そのお水がひっくり返ることのないようにという配慮から、底の部分がどっしりしたデザインのグラスも草村さんのこだわりです。ここまで数多くの大正軒の魅力をお伝えしてきました。実は25年くらい前にここの近所に住んでいたことがあり、よく通っていたお店なんです。当時は創業者の草村さんもご存命でしたが、残念ながら2018年にこの世を去りました。ごちそうさまでした。今日は思い出深い昔懐かしいラーメンを食べることができて、本当に幸せな気持ちになれました。生卵は地元のあやめ卵を使用しました。